コンシューマーゲームのストーリーやシステムをさらっと解説する動画です。ネタバレを含む場合がありますので気になる方は注意してご覧になるか。今すぐにゲーム機の電源を切るんだ。なんて言った。お世話になっております、老白のボスさんです。ロビーです。今回紹介するゲームソフトはこちら、ダブルキャスト。1998年6月25日に発売されたプレイステーション、プレイステーションポータブル用ソフトだ。現在の中古価格相場は750円。ソニーコンピューターエンターテイメントが展開するヤルドラシリーズ第1弾。広告文は見るドラマからヤルドラマ、四季を題材にしており、今作は夏がテーマである。そんな誰なの水臭い。主人公はある出来事から記憶喪失の少女赤坂美月と同居することになるというボーイミーツな雰囲気を漂わせ、実はサイコサスペンス、ゲルゲーのつもりがサスペンス。どこに行くの。フルボイス、フルアニメーションで描かれ、随所に現れる選択肢の結果によって物語が変化するマルチエンディング式のアドベンチャー。ほらほら、どうした。プレイステーションはお色気描写の規制が厳しく、移植作などに対しても徹底的に修正されていたが、それを破る形でソニー自らプレイステーション初のパンチラ解禁作品に挑んだ。一方、美月の好感度を下げ続けることで突入するジェノサイドルートはバッドエンドしか存在せず、多くのプレイヤーにトラウマを植え付けた。どう足掻いても絶望。主人公が所属する英検で起こる様々な異変、散りばめられる伏線、全27個のエンディングへとたどり着き、物語の真相を解明しよう。達成率が 100% にならぬ。まとめ、数々のプレイヤーにトラウマを与えた、プレイステーション初のパンチラ解禁作品。ドラマ CD では作中で明かされなかった部分が保管されていたりする。ご視聴ありがとうございました。一人で逃げるとは、そんなひ弱な部員に育てた覚えはない。うん、その通り。うむ、その通り。